お尻のところもほらすごい柔らかいでしょ。すごい。ね。はい。で背中を触るとほらもっと柔らかいんですね今。すごい。頑張った証拠でございます。はい、ということはね背中の疲れとかはもう足から上がってきてたよってことなんですね。今から背中の方もね今からねしっかり緩めていきますからね。はい。背中の強さこれぐらいで大丈夫？あ、マッサージ行かれても結構硬いねって言われません？そうですね。言われますね。言われます。言われる時と言われない時と。あ。この辺しんどいですよね。気疲れとか体重関係のストレスとかね。あるかも。あるかも。思いついたそういうとこ現実でございます。まあ仕事しっかりしてるっていう証拠ですよ。ちょっと呼吸する。うつ伏せになってる時もマスクちょっと外してもらっても大丈夫ですよ。呼吸しにくいなら大丈夫。腹でですよ。カチコチ。そんなに凝ってるイメージなかったです。ここねめっちゃ凝ってるよ。でしょ？はい、すごい感じました。それが分かると、あ、なるほどなってなるんですよ。なんか剥がれた。剥がれたね。そう、そんな感じです。だから痛いけど、先生のとこ来たら楽になるから、また来ようかなっていう人も結構いるのね。今ほら、ポコペコ音鳴ってるでしょ。はい、これポコペコ病って言うんですけど。限界まで仕事をされてたってことですよ。お疲れ様です。ああ、痛い。あんまならなくなってきたでしょ。ならなくなりました。り。なんかすごい頑張り屋さんなんでしょうね。お疲れ様です。そんな言われないです。いやでもその体がそう言ってますよ。限界まで頑張ってるみたいな。お疲れ様です。ありがとうございます。すごい。反対側ね。一番ぶわってなってる。なってますよね。はい。左側は対人関係のストレスですけど、こっちは時間に追われてる系のストレスね。両方ですね。両方ですね。お疲れ様です。ここ痛いよね。よく聞くでしょ。ずっと落ちてるね、強さでされますよっていうのがね。すごい。タップしても変わりませんからね。出ちゃうんです。出ちゃう。それはわかる。よ。危ないからね。はい。足パタつかせたりとか大丈夫だけど、背中を曲げちゃうとちょっと危ないんでね。すいませんね。曲げちゃうんです。まあわかるよ。気持ちはわかるんだけどね。はい。このストッパーが働くわけですよ。